ないわ。話し合いで通してくれるって雰囲気じゃなさそうね。遠坂待て、セイバーは。リン、私にはあなたと争う理由はない。くれぐれも間違いで私に剣を向けないように。あなたをここで殺してしまってはサクラの命令に背いてしまう。どういうつもり？あなたはここの門番よね、セイバー。はい。相手が何者であれ、ここを通る者は消去する。それがサクラの命令です。ですが、私は例外。サクラの方から会いたがってるってわけ？そう、本気なんだ、さくら。父さか。悪いわね。そういうわけだから先に行かせてもらうわ。シロ、あんたがどうなるかは知らないけど、私は信頼してるんだから、ちゃんと期待に応えてよね。だから、蹴りがついた後に来られて文句言われるのも迷惑だってこと。その、サクラを助けたいって言うなら、あんまり遅くならないようにね。それは不可能です。あなたはここで死ぬのですから、シロ。なんだ、手を出すのはここから先に進むやつだけじゃないのか、セイバー。俺はまだ一歩も前に出てはいないんだが。それは時間の問題だ。この局面であなたが立ち去れるはずがない。俺のことはよく知ってるよな。セイバーの忠告も聞かず、いつも迷惑かけてたんだ。俺がバカなんだってこと、まだ覚えてたわけだ。
おしゃべりが過ぎますね、シロ。一秒でも早く私に殺されたいのですか。物騒だな、セイバー。けどその割には律儀に剣を収めてくれてるじゃないか。ここで俺を殺すっていうのに、そっちからは仕掛けてこないのか。それが決まりですから、あなたが前に踏み出すまでは猶予を与えます。ですが、それも時期終わる。あなたはさくらの元に行くしかない。私が動くまでもなく、あなたの方が耐えられずに仕掛けてくる。勝負しかないってことか。アーチャーの剣、私の剣を真似ないのですか、シロ。いや、私には関係のない話だった。関わりがあるのはあなたが武装したという点のみ。それが取るに足らぬ武装だろうと、剣を手にした以上敵対行為とみなします。来なさい。その体ではあと数分も持たないでしょう。
め。可能だ。その方法では私を倒すどころか傷一つつけられない。どうして俺はお前と戦えてる。その体でよく吠える。いえ、その体だからこそ無謀な策を強行する。いかに血が出ず、いかに中身が剣になろうと、あなたの肉体は限界だ。このまま打ち合えば、次はその体ごと粉砕する。やってみなくちゃわからない。次はもっと強く打ち込む。あと5回のうち一度でもお前を上回れば、それで。シロ、余力を残してどうするのです。シロ、あなたを下した後、私はサクラの元に戻る。わかりますか。リンは私とサクラを相手にしなければならなくなる。そういうことです。私さえいなければ彼女は必ずサクラを救う。セイバー、お前。シロ、あなたにとって私はその程度の存在ですか。ここで死んだら何にもならないなんてことはなかったんだな。トレンス、オン。
真偽、無欠にして盤石。その宝具では私には届かない。力、山を抜き。
強くなりましたね、シロ。いいえ、それは違いましたね。あなたは初めから強かった。さあ、決着をつけてください。急がなければ、私の体は再生する。シロ。では、私の勝ちですね、シロ。あと7分。それまでにサクラを解放できますか？これも一つの終わり。よく戦ったな、若者。ほろり。あれ？師匠、いつもみたいに軟弱者って怒らないっすか？この結末もある意味大往生だからね。言うなれば、ヘブンズフィールにおけるセイバーちゃんエンドっていうか。第一でセイバーから一本取ってるし、シロにとっては本望なのかな。うむ、が、それでも稽古はいつも通り行うのだ。まずこのエンドを迎えた原因は何かな、弟子一号。しまったことだと思います。おし、その通り。最終決戦に向かうときは切り札を用意してから行けと毎回毎回言っているのに、なぜベストを尽くさないのか。じゃあ師匠、今回の切り札って何なんすか？響きです、師匠。はっぱらぼけはいい。
必要なものはズバリフワーとな。この状況において一人だけ仲間になってくれそうなサーヴァントがいるはずである。なんとか彼女を説得して最終決戦に臨むべし。はい、わかりました。けど師匠、あいつすぐ逃げちゃうんですけど。以前の彼女との問答を思い出しなさい。答えは一つ。彼女が望む答えを口にすればその場で仲間になってくれるわ。さ、今回の道場はこれでおしまい。長かった戦いも大来年まであと少し。フェイル、ステイナイ。そのグランドフィナーレを君の目で確かめてね。